シャシャ、ほどける、とろける、ストロベリータイム期間限定、練乳香料使用、いちご香料使用、ロッテシャシャ練乳いちご、シャシャから練乳いちご味が新登場。練乳いちごの甘い優しいいちごの味わいをシャシャならではのパリッとした食感で楽しめる期間限定の商品です。素敵なストロベリータイムをお楽しみください。冬春限定商品です。それでは開けてみたいと思います。中身はこのように個包装になっております。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 16個入っております。シャシャはわずか 1.5 ミリの細い線状のチョコレートを、行くたびにも重ねて作り上げます。その枚数はなんと1350本。そうしてできたまるで1枚の大きな布のようなチョコレートを食べやすいサイズに丁寧に切り分けて仕上げます。シャシャのパリッとしたほどける独特の食感はこの繊細な製法によって生み出されます。総数1350本とは食べやすいサイズに切り分ける前の本数ですと書いてあります。それでは、一つ食べてみましょう。こんな感じですね。実際初めて食べるんですが、どのような味か繊維状になってます。では、初めにチョコレートの味がします。その後からだんだんといちごの香り深い味、そちらの味がしてきますね。で、口の中には程よい甘さと、とろけるいちごの味が同時に味わうことができます。美味しいです。ということで、今回はロッテ練乳いちごシャシャをご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。